まだ iPhone が発売されるずっと前、 iPod がまだ四角くて、あのビデオの再生に対応してない時代、2005年の初めあたりにですね、あのアップルストア銀座の方でちょっとしたイベントに出演しまして、まあ、そこで話した内容をちょっとブログに書いてたんですが、まあ、結構あの未来予想としては面白くて、まあ今の時代の動画文化みたいなのをね、言い当ててる面があったりとか、まあそういうのをね、2005年のブログをね、この間ツイッターにねペロッと流したんですよね。そしたらある方からまたジェットさん未来予想をやってくださいよみたいなこと言われてね、じゃあちょっとね未来予想の話でもしてみようかなと。まあ最近ね、僕が気になってるのは 3D プリンターです。 3D プリンターで結構いろんなものが作れるんですよね。でいろんなタイプの 3D プリンター、まあ昔だったらねワックスをこう削ってってワックスモデルを作るようなぐらいしかできなかったんですけども、まあそれだってすごいことですよね。ワックスモデルって結構おもちゃ屋さんとか行くとね、アメリカから輸入されたようなおもちゃ屋さんとか行くとね、スタートレックの登場人物の胸像とかをね売ってたりしますけどもね、まあそれがね、 3D データさえあればそういうワックスモデル自分で作れるってことですからね。自分で作れるっていうのはどういうことかっていうと、買わなくていいっていうのがまず一つあるんですけども、例えばそういうのアメリカから輸入してきて売ってるようなおもちゃ屋さんって結構危ない状況に陥りますよね。アメリカから輸入してきて、まあそういう、まあ、貿易とか輸入とかってそういうアドバンテージがあるわけですけども、データの通信さえできれば家でワックスモデルが作れるってなっちゃうと、例えばお土産で木彫りのクマとか、あとトーテムポールとかあるじゃないですか。ああいったものをね、お土産ではなくてデータ送信で買えちゃうと、まあそういう世の中がもう訪れてると。でまあワックスモデルじゃなくてね、いろいろできますよね。今はいろんな素材を 3D プリントできますけども、まあ素材がワックス以外、例えば、樹脂とか木工、木ですね、 木を削ってなんかできたりとか、まあそれだけではなくてもっともっと発展していくと、ナノレベルの素材、分子レベルの素材っていうのが当たり前になってくるとですね、これ何が起きるかっていうと、例えば出前がピザの出前が、データ転送になるとかね、ピザの出前がデータ転送になったらこれ結構面白いなと思うんですよね。ウェブサイトかなんかで、あれだな、スマホでピッとやればもうプリンターから出てきちゃうのかピザが。まあスタートレックのね、スタートレックの世界ではフードディスペンサーというものがありまして、例えばロミュランエールっていうお酒があるんですけど、それをオーダーするとね、フードディスペンサーからふわ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 っとそれが出てくるわけですけども、まあ分子レベルでそれを合成して、言ってみれば今の技術で言ってみれば 3D プリンターみたいなものですよ。それを出すわけですね。まあもう十数年前になるとは思うんですけど、3D ではなくて 2D のプリンターで食べられる紙を使って、で食べられるインク、味付きのインクを使って食べられる紙にプリントアウトするみたいなことをやってる人がいるっていう、そういうニュースは読んだことがあります。 3D ではないにしろ、食べ物、味のある食べ物を、味を合成するプリンターですね。うん、食べ物を出すプリンターはすでにあると。まあ当然 3D プリンターもそういう方向に行きますよね。ピザのオーダー、中華のオーダーとか、まあ、全部データ転送されてきて決済して、でプリントアウトしたものを食べると。インクどうすんだまあインクって言わないだろうけど、まあそれさえね、どうにか供給できればね。スタートレックではなんかね、ジェルみたいなのを使ってそれを元になんか作り出してましたけど、
で、同じくスタートレックの話でいくと、レプリケーターって呼ばれるものがあって、これも分子レベルで合成する機械で、まあ一種の 3D プリンターなんですけども、まあ、ゆくゆくはあのスタートレックの世界の中では、戦艦スターシップ宇宙戦艦ですね、ああいうのの建造にも使われるようになると。これ非常に戦艦の建造スピードが短縮されるわけですね。それによってまあそういったことが起きてると。まあで、あの世界ではピカード艦長曰く、あれが終わってるわけですよ。貨幣経済が終わってるわけですよ。貨幣経済終わりますよね、そりゃね。ハンバーガーって言えば食べ物が出てきたりね、宇宙船が欲しいって、まあ宇宙船は個人では無理かもしれないけど、例えば自転車のね、自転車の虫ゴムが壊れましたって時にね、虫ゴムって言えばそれが 3D プリンターからベロベロベロっと出てくるわけですよ。そういう時代が来てしまうと、根本的に世の中の仕組みは変わるかな。変わりますよね。今 Amazon 大急ぎ便とかさ、その日のうちに来たりするじゃない。もう来たのみたいなの あるんだけど、もうその日のうちとかじゃないよね。Amazon で決済したら、まあその時代に Amazon があればだけど、決済した瞬間に例えばサングラス欲しいなと思ったら、ブリ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 っとこう 3D プリンターで出してくれるわけですよね。そういう時代が来るとすごくいろんなことが面白くなるんじゃないかなと、そんな気がします。はい、いつの時代なのかは明言できませんけども、3D プリンター、まあ、これからとても重要な技術なんじゃないかなと。まあ近い将来で言うと、バンダイとかね、一番近いところにいるんじゃないですかね。まあガンプラ欲しいなって思ったらデータだけ送ればいいですもんね。今だったらほらペーパークラフトあるじゃない。 PDF でね、 PDF ダウンロードして、でそれをプリントアウトしてペーパークラフト作ってくださいみたいなのあるけどさ、それが発展すると思えばね、バンダイとかすごい近い位置にいるんじゃないかなと、そんな風に思いますね。あのゼータガンダム60分の1注文とかポチッとやると 3D プリンターからガガガガガーッと出てくると、自分で作る手間すらいらないみたいなね、それぐらいになってくるとすごくいいんですけどね。まあそうなったら僕破産すると思いますけどもね。はい、ということで今日は 3D プリンターの将来についてちょっと考えてみました。まあ考えてみましたっていうか、みんなそういう話は考えてるレベルだとは思うんだけどね。うん、まあ自分が生きてるうちになんか便利な革新的なことが実現するといいなと、そんな風に思います。それでは。